この話をね聞かせてくださった方、まあ仮にお名前を、あれ、何にしてたんだっけ名前したときは。秋江です。<laughs> まあ別に仮名だからいいんですけど秋江さんです。秋江さんね僕に言うんですよ。私ね、山由さんと一緒で昔はものすごい猫が大好きだったんです。でも今は猫を見るだけで怖いんですって言うんですね。 でこの昭恵さん、まあ、大学を卒業した後にずっと某ブランドの、ね、アパレルのショップで勤めてたんですただ、こういうところ、ね、女性だけの職場なんですけど結構こうパワハラがあったりいじめがあったりきついんですよね昭恵さんはすごくまあ引っ込み思案な性格なんでもう早速です、ね、パワハラ気質の店長とこの店長の取り巻きていう子さんがいるんですけどこのスタッフに目をつけられたんです何事かもう何かあるたびにあのチク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 いじめられる。だここののさんのこと いつだから彼女もです、ね、この先輩にいっぱい助けてもらって頼りにしてたんですがある時ねまた店長にそれから他のスタッフにですねパワハラじみたことを言われてると先輩が横から来て「あなたたちね本当にこの新人の子をいじめて恥ずかしいと思わないのともうこういうのやめなさい」みたいに言ったんです。まあ、これに頭が来たののはは店長の方ですよは いじじめとと。かじゃねえしし指導してんだよ。お前ちょっとおかしいなよ私のやることに口出してみたいになって今度は昭恵さんに言ってた矛先もともとあんまり折り合いの良くなかったこの先輩に向くようになったんですねそうすると今度はもう店長パワハラ気質で周りの取り巻きもあの一緒にね参加しますからいじめるだけじゃない嫌なことするだけじゃなくてわざとこの先輩が仕事でミスをするように仕向けるんですよね でミスをさせてはあんたのせいでみんなが迷惑してるんだとだから休日返上でみんなのために働きなさいよみたいに言って全然休ませないんですよもうずっとシフトを組んで,で残業を勝手にさせてあんたがみんなに迷惑をかけてるせいだっていうそういういじめをしたんですね。 でまあ、これを、ね、みんなでやると、まあ、もちろんです、ね、中心になるのはこの人たちなんですがやっぱり他のスタッフも消極的に参加する昭恵さんの方もですね、もうお前もこれやれよ言えよみたいに言われて結局怖かったんで店長と取り巻きは怖いんで参加しちゃったんですよねもうこの時の先輩の、ね、悲しそうな顔が忘れられないって言ってました自分が助けたはずの後輩がそのせいで自分がされてるのに後輩まで自分に対して嫌なことをする。 ものすごく悲しくて絶望した顔してたっていうんですがこのことをもう謝ることはできなかったんですよね。というのも先輩、まあ、結局ですねうー度重なる過重労働と、まあ、残業が続いてへとへとだったんでしょう帰りの電車のホームから転落してそのままですね電車の事故で亡くなってしまったんです自殺ではなかったみたいです事故だったんですが、まあ、目撃した人に言わせるともう本当にですねホームからフラッと と電車が来たら吸い込まれるようにして線路に落ちていったそんな亡くなり方だったそうですでこの先輩のね葬儀が行われるわけですもちろんお店の方からも行く店長とそれから店長のですね取り巻きのスタッフ2人とそれから一番後輩の、えー、明恵さんこの4人がですね 葬儀に行くんですけど行われた場所っていうのが先輩のご実家なんですねご実家が結構郊外の奥の方にあってただ大きな家なんです家が大きいからそこにまあお坊さんを呼んでお葬式おつやをやるわけですね まあ向かう途中に、まあ、もちろんですね昭恵さんはものすごく気分が暗くなってるんですが店長も取り巻きの2人もなんかねヘラヘラしてるんですよで実際着いたら多少はね神妙な顔するんですよでももうね昭恵さんなんかは胸がね苦しくて苦しくてしょうがないもう若くしてね娘を亡くしたから両親も本当に激しく嘆いてるんですよで電車に落ちて亡くなっちゃったのでもう見せられないんでしょうね棺が閉じたままもう全く中が見えないんです でそこでまあお坊さんが度胸を始めるとその上に大きなキジトラの猫が飛び乗ったんですね。これ まあ周りの人が言うにはどうやらこの実家にいるんですけどこの実家でね一人暮らしだったんですよ先輩だけど実家に小さい頃から一緒だしこれがね帰るたびに可愛がって一番ね先輩に懐いてたっていうこのキジトラの猫がまるで別れを惜しむみたいにずっと棺の上にいる両親が下ろしても下ろしても乗るんでもうみんなもまあいいだろうともう亡くなったのが分かってるんだ猫が別れを惜しんでるんだと言ってずっとですね度胸の間お焼香の間猫がそこにいて焼香に 順番に来る人間たちの顔をなめるようにキジトラの猫が見てたんだそうです葬儀が終わって帰り道ですまあ、郊外ですから行きもね最寄り駅からバスで30分くらいかかるんですねでこのバスにまあもう一回乗って帰るわけなんですけど 親戚がねみんなまあ精進落としの席ちょこっとは行ったんですよでももうもちろん職場の人間だしさっさと出てくる彼らはみんな地元の人間だったり、まあ、泊まってったりするから翌日のね告別式も出るんでしょう親戚はみんなそこに残ってるんで、まあ、先輩たちとね昭恵さんたちと4人だけでバスが乗ったんです。 もう他の人ね3列車の帰りいないですから貸し切りですよ後ろの方にですね4人でゆったり座って乗ってくともう人がいなくなったら悪びリもせずに店長とかが「本当にさあの子さ最後まで迷惑かけるよね使えない子だったのに変な亡くなり方して今だってこうやってお店がっつり開けなきゃいけないしさ迷惑だわ」とか言ったらもう残りの2人の取り巻きも本当だよねみたいに言ってるのを見て昭恵さん心の中で。 まこの店はもうダメだめだ私帰ったら辞表出そうもう無理だと思ってたんですねそう思いながらぼんやり乗ってたらバスがね一度も停車してないのにあれあんな人いたかなっていうのが前の方の座席に座ってるんですよ一番前にこう横顔見てもね初老のね男性なんですねキリッとした感じでスーツを着てその男性が手に大きな風呂敷包みを持ってるんです あんな人いたかなと思ううちにこの男性が立ち上がって揺れてるバスの中をまっすぐこっちに後ろに向かってくるんですねもうみんなも何だろうこの人と思うとこの初老の男性が手に持ってる大きな風呂敷包みを「ほら忘れ物ですよ」って言って店長座ってる店長の膝の上にグッと押し付けたんです店長はちょっと何,何ですかこれ何?」って言っても無理やり押し付けたら バスがシュピーッと止まるんですよね止まったバスあれブザーをなんか鳴らしたと思って駅のも何でもないところで止まったらこの初老の男性がスッと降りてっちゃった。 もう外真っ暗です、まあ、郊外ですけどもあの帰り道はですねもう行きは山の風景とかでしたけどもう全然家も街灯の明かりもないこんな真っ暗な中に突然出てっちゃったんでいやあの人どこ行ったのと思うんですけど大体いい何でバスが止まったとも思いますよね。えー、っと思ってあ然として男性の行く先を見送ってでもバスはシューって動き出すんです動き出してるときに今度店長が、ね、風呂敷包みにほどくんですよね。あケイさんえほどくのと思ったら 開けたら中から、まあ、結構です、ね、大きな白い木の箱が出てくるんですよ、四角い3 0ンチぐらいはね高さがあるようなでこの,膝の上に乗っている大きな白い木箱を見ながら店長が何これって言いながらもその木箱の蓋上にです、ね、上蓋があるんですけどこれをき、ね、っと開けていくるんですよえ開けんのと思ってるんですが店長、そのままこう中を覗き込む覗き込んだときにふっ って悲鳴をあげたんですよねそしてまたバタンって閉じるんですえっ何と思うんですけどもう店長真っ青な顔でガタ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 震えてるまあもちろん店長ですね渡された時からずっと顔色が悪いんですよあなんでこんなものを押しつけるのって言ったんですけど渡しながら初老の男性が何か耳元で囁いてる風のは見たんですよね何て言ったのか分かんない でもそれをされたら店長も静かになってその後ほどいて開けて開けたら今度は真っ青な顔で閉じて震えてるもう周りもみんな3人とも店長ってなってるとしばらくしてからすっとこう表情が消えてすくっと立ち上がったら後ろに座ってる、まあ、取り巻きの子さんの,、ね、そのスタッフの膝のように今度また「ほら忘れ物よ」って言ってまたぎゅっと載せる。 もちろん後ろのスタッフも「店長何ですかやめてやめてやめて」って言うんですけど無理やり乗せられたら店長そのままブーってブザー停止を押すんですよねブザーを押したらそのままバスがキーッと止まるわけです止まったらプシューッと開いたとこから店長がまた滑るように出てくるもう周りですね真っ暗ですよ何にもないところに降りてそしたらバスがまた発車する唖然としてるわけですよ3人とも何が起きてるんだ もうこうこなると相当気味が悪いですよね渡されたスタッフの方は、いや、もうちょっとやだ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 、もう絶対やだとか言ってるんですけど、言いながらも、やだやだって言いながら、また開けるんですよね。開けて、またヒって悲鳴を上げて閉めるんですけど、閉めようとするときに全然怖がりすぎてうまく閉めれない、もうガタ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 やって閉めてる。その時その隙間から中にあるもの、なんかね、黒いものが見えたんです。 その黒いものがどう見ても人の髪の毛にしか見えないんですよね。しかもガタ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 やってるときにこの木箱の中からふわーっと花みたいないい香りがするんです。これでもうますますですね明英さん怖くなってしまって。えっ 今なんか変なもの見えたと思ってるんですがこの先輩も閉じてやっとの思いで閉じてもう無理無理無理って言ってるんですけどしばらくしたらまた表情が消えて後ろのの人間にこの木箱をを押押しし付けててブザーを押してバスを降りるんですもうもう1人渡された方はもう順番に何が起きてるか分かりませんけども怖いどころじゃないですよね。 渡されたら「いや絶対に無理無理無理もう嫌だ嫌だ嫌だ」嫌だって言ってるんですけど「嫌だよ」って言いながらもう本当に抵抗できない何かにねもう押されるかみたいにこう「嫌だ」って言いながらぐっと開けて顔を覆いかぶせていくんですねで中を覗いた時に「何これ」って言ってバタッて閉じた閉じたらまた表情が消えてそのままブザーを押すそして最後に残った昭恵さんの膝の上にこの木箱を載せるんです 忘れ物よって。で、渡す時にね、この女性、昭恵さんに言ったんですよ。いい許されても許されなくても忘れてはいけないものってあるのよ。そう言ったんです。そして表情のないままそのままブザーを押してバスを降りていく。もう何が起きてるか分からない。言われたた意味も分かりません。ただ、 その時になってまたバスが走り出してもう昭恵さんも降りたいんですよねはっきり言ってでブザーを押そうと思ったんですけどふと考えたんですよね大体このバスずっと走ってるけど行きは何回も何回もアナウンスが流れたのに一度もアナウンスが流れないでブザーだけ押してるわけですよこんなバスありえないえ今何に乗ってるの乗るバス間違えたのと思いながらもう周りも真っ暗であまりに真っ暗すぎて街灯すらないえこれどこ走ってるのもうなんか この世のもの世もじゃない気がしてくるんですよねでも目の前の箱開けたくないんでずっと我慢してる我慢してると一言もアナウンスを言わなかったバスの運転手がしばらくしたら「お客さん忘れようとしたって駄目ですよその箱開けないとバス降りられませんよ」って言うんで。 もう我慢してたんですけど運転手さんが急に言うんでえっと思ったらそこで、ね、気が抜けたんでしょうねもうね自分の手がいつの間にか蓋を開けちゃってるんです嫌だ嫌だって思うんですよもうねこの箱蓋開けようとするんですけどもうその横からはね何度も開け閉めみんながしてるんで中に入ってる黒いねもうどう見ても髪の毛っていうのもはみ出てるんですよねこんなの開けたくない。 ちょっとずつ開けるとまたあの花の香りがふわっと漂ってくるこの花の香り先輩がずっとつけてた香水の香りなんですよよく覚えてるしかも葬儀のね席のことを思い出すんですよいやあの子かわいそうなことしたなって精進落としの席でもみんなね親戚が言ってるあんなことになるから棺も開けれなかったどうやら事故が起きた時先輩のね頭が見つからなかったらしいんですよね でも警察の方はひどい事故だったんで、まあ、結構ぐちゃぐちゃっとなっちゃったんでその中に潰れた頭も紛れてたんだろうというような説明を両親はされたんですが親の方はは何か納得がいってなくてあの子はずっと頭を見つからないまま顔が見つからないまま葬儀をしているっていうのをすごく気にしてていやもうねそんなことはありえないんだろうけどもその顔が潰れて分かんなくなるぐらいぐちゃぐちゃになっちゃうなんて、ね、本当にかわいそうなことだなとみんなが言ってたのを思い出したんです。 先輩の鼻の香りがする髪の毛がはみ出てるちょうど人の頭が入るぐらいの木箱ですよもう開けるのが恐ろしくてしょうがないなのにそれもゆっくりもう手が勝手に動いてくるんですよねもうぎゅーっと開けてもう目をつぶってるんですけど最後に開ききったら今度はもう無理やり開くみたいに目がだん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 開いていく嫌だ嫌だと思って見るんですが見た瞬間こっちを見てこうギッと睨んで恨みがましい先輩の顔。 これが、ね、一瞬見えた気がしたんです見えたた気がしたんですけど次の瞬間にはそうではなくてこの木箱の中にみっちり詰まったキジトラの猫がいたんですよね。え猫って思ったらそのまま中から猫がにャーっと大きな声を出してですねそのまま爪でガリッと木箱を持ってるい 明恵さんの手の甲ね引っ掻いて引っ掻きながらポーンと飛び出たんですね飛び出たらそのままスタスタスタっと運転席の方に行くわけですバスの明恵さんびっくりしてたんですがそしたら何もしてないのにバスがキーッと止まってプシューッとドアが開くんですよねもう今降りなかったらここから出れないみたいなそんな気がしたんでとにかくもう明恵さんその木箱を置いてバスの外にもう外真っ暗なんですよどこかわかんない場所に飛び出たんです 出た瞬間周りがすっと明るくなって。まあ、もちろんですね。時間は夜なんですよ。夜なんですけれども、街灯の明かりがある。自分が降りた場所って最初に乗ったバス停つまり、先輩のご実家のすぐ横のですね。バス停なんですよ。あれ、時間を見るとさっきですね。バスに乗ろうとした時間なんです。 時間が巻き戻ってるというか自分は今何か幻覚を見てたんだろうなと思ってえ私今何見てたんだろう周りを見渡しても先輩たちもいないものすごくですね変な気持ちになっていたらすぐ近くで猫のニャーっていう声が聞こえて見ると、まあ、そこの、ね、塀の上にあのキジトラの猫が乗ってる、まあ、ここ先輩の家の塀が続いてるんで、まあ、家の中から来て乗ってるんでしょうけど自分の方を見て猫がニャーって鳴いた時に 手が、ね、こう焼けるよように熱くなったんですよね。見るとさっき引っかかれた右手の子猫に引っかかれた跡が残っててそこに血の玉が浮かんでですねそれを見ながら「あれやっぱり私が見たの幻覚でも白チュームでも何でもないんだこれって本当にあったことなの?」と思って呆然としてると目の前にバスがプシュッと止まって。 今度はまあ一緒に乗るです、ね、葬儀にいた人たちもいるバスに乗ったら普通のバスでそのままです、ね、無事に駅に帰る家までたどり着くことができたんですがその後帰ると警察から電話があった。どうやらですね 姿が見えなかった店長と先輩ねこの子さんのスタッフ2人これがですねバスに乗らないでなぜかですよなぜか峠道を徒歩で歩いて駅まで帰るバスで30分かかる場所だからものすごく遠いですよこれをですねなぜか徒歩で歩いて行って途中で滑落して3人とも事故を 店長が亡くなってもう1人のスタッフも亡くなって1人は一命を取り留めたんですがものすごく大けがで重傷で病院にま搬送されたっていう連絡が来たんです。 どこ,とこ,とこで歩く人間いないですしかも女性3人ですから警察の方も何かの事件じゃないかと思ったんですが、まあ、やはりですね目撃証言だのなんだのかので事故だろうということになったんですがやはり昭恵さんの方もずいぶん聞かれました一緒に行ったのになぜあなただけ行かなかったんだとかなんであの人たちはねどこで、ね、バスに乗らないで行ったんだもう聞かれても分かんない,でんないのでいや分かりませんしか言わなかったんですが。 まあ結局ですねあの店長亡くなってしまったんでしばらくお店は閉めてたんですが新しい店長が本社から来て、まあ、お店もリニューアルオープンしたんですけども昭恵さんの方はもう二度と職場に戻ることはせずに、えー、ここを辞めてですね新しい職場を見つけたんだそうです。ただ、辞める時に1人ね入院してる、まあ、このスタッフの先輩のところにお見舞いにだけは行ったんですよ。 言ったんですけど、まあ、命は取り留めたものの、まあ、下半身とか腰骨とかも大けがをしてまあ大きな障害が残るみたいなのを聞いたらしいんですね。なんか気詰まりでもう話すこともないんです。ただお見舞いに来て私はやめますって言ったらうんそうみたいな。病室を出るときにこの先輩に「ねえあなたもあの木箱の中見た?」って言うんですね。「見ました?」って言ったら「何が見えた?」って言うんでハキエさんが「 中に猫が入ってました」って言ったら先輩力の悪く笑いながら「そうなんだじゃああなたは許されたんだね」そう言ったそうです助かったからこの先輩一体何を見たのか分かりません首を見たのか彼女が猫を見たのか分かりませんが何を見たのか言わないままただ猫を見た昭恵さんには「あなたは許されたんだね」とだけ言ったそうです この話はここで終わるんですが私に言うんですよね昭恵さんでもね山まゆうさん私本当に許されたわけじゃないんです罰を与えられることはなかったかもしれないけどでも私あのことを忘れることは許されないんですよだから私ね猫を見るたびに今でもこの手の甲についた傷これが焼けるように熱くなるんです だから怖くて私、あんなに大好きだった猫のこともちゃんと見れないんですよね。いいな、山優さんは猫のことをずっとかわいがれてこんな風にですね、話してくれたそんな昭恵さんの寂しい横顔をね、記憶に残っているお話です。どううもありがとうございました。<laughs>